私は聖杯の端末がごときもの、アイリスフィール・フォン・アインツベルン。聖杯は私にとある祝福を与えました。それは人知を超えた偶然、奇跡として称える人もいるでしょう。マスター、私が得た祝福とは何なのかお分かりですか？では正解をお伝えしますね。英霊として限界するに足る霊気、いいえ、キャスタークラスにふさわしい魔術の力量、いいえ、私が得た祝福、奇跡のように素敵なもの、それはなんと料理の先生なのです。そうなの。ブーリカさんにキャットさん、それにシキさんやライコーさん、それにアーチャーのエミヤ君もいるでしょ。みんなとっても丁寧に教えてくれたの。最初は苦心したのだけれど、お菓子の類はなんとか作れるようになりました。これも聖杯の端末であるおかげなのかしら。純粋な英霊なら成長するなんてことはそうそう。それともまさか、本当は私手先が器用で料理の才能があったとか。どうあれ、私は祝福を得ました。ですのでマスター、どうかご覧あれ、私からあなたへバレンタインデーの贈り物です。日本風を意識してチョコレート主体にしたの。ホールケーキだからマシュさんと召し上がってね。それじゃあ私はイリアを探してこなくちゃ。それにあの人のことも。ごめんなさい、少し考えてしまって。またねマスター、どうか素敵なバレンタインデーを過ごしてね。